今日はですね、トッポジージョのおもちゃをご紹介します。作られたのは1960年代ですよね。トッポジージョのスキーヤーです。こっちはトッポジージョのスクーターですね。これはマスダヤというねメーカーです。トッポジージョというのはマリア・ペレーゴ原作のイタリアの人形劇のキャラクターなんです。イタリア・ミラノ生まれって生まれまでありますからね。ミラノで生まれたんですよね。ネズミの男の子が主人公なんです。大きな耳、まあ、こっちは黒い目なんですけど、青い目、そしてこのブロンドの髪の毛が特徴です。トッポっていうのはイタリア語でネズミのことを言うんですよね。すごいですね。あ、動きたがってる。ここにおる。表紙が貼ってありますよね。マスターのマーク。マリア・ペレーゴって入っていますよね。いや、これ知らないと分かんないですよね。ここにも入ってますよ。マリア・ペレーゴって入っています。ねえ、イタリア生まれなんですよね。こんな感じです。ちょっと動かしてみますね。はい、いや、これ動かしたのはもう30年ぶりぐらいです。よかったね、動いて。さあ、スキーヤも動かしてみましょう。これはですね、首がこうやって動くんですよ、ね、それでストックもちゃんと持ってます。じゃあちょっとこれも動かな。いきますよ。これ結構トリッキーな動きですね。僕もスキーでこういう動きできました。滑ってってくるくるくるって回るんですよね。という動きですね。ここにキャラクターの仲間たちがたくさんいますんでね、可愛いです、とても。まあ、うちの実家はですね、東京の京橋で北原スポーツというスキーの専門店をやっていたんです。だからこういうスキーのものに対して思い入れがあるんですよね。今日はですね、1960年代に作られたイタリア・ミラノ生まれのトッポジージョをご紹介しました。次回もお楽しみにしてください。